はい、どうもショータイムゴルフです。今回は PXG からですね、初めてのゴルフボールが出たということで早速打っていきたいと思うんですけれども、 PXG って高級なイメージあると思うんですけど、なんとこちらのボール税込みで5980円っていうね、他のボールと比べたらすごい安い価格となっております。でしかもスピンがかかるウレタンカバーも採用されております。まあ、公式ホームページとか見ると飛びとスピンを両立させたような感じのボールと、10年開発に時間をかけているということで非常に楽しみですね。これでよかったら多分他のスピン系のボールよりも安いので、これを使っていきたいと思う方も結構増えるんじゃないかなと思います。はい、早速ドライバーから打っていきたいと思います。はい、じゃあ早速打っていきます。見た目はこんな感じですね。ここにラインが入ってる、ライン入ってるのいいですね。めちゃくちゃアゲンストだな今日。いいですね、ちょっと重めの打感だな。重めの打感でスピンも2158、スマッシュファクター 1.49、 すげえ。今結構ちょっとヒール目だったんだけど、いい感じに飛んでってくれましたね。中弾道で全然触れてね。スピンもいい感じっすね。 1.49 すごいな。これもちょっとヒール目だけど 1.47、 結構今ヒール目だったんだけど、めっちゃいいな、飛ぶね。芯外してこのスピン量だったらいいんじゃないかな。2465や、ちょっと高くいっちゃったけど 1.50。まあまあまあ、今ちょっとスピン多かったけど、スマッシュファクターえぐいな。これでちゃんとグリーン周りもスピン効いてくれたらめちゃくちゃいいな。結構飛びますね。いや、すげえ、初速速っ、ちょうどいいスピン量で、球も結構強いっすね。ちょいフェード、ちょいフェードでも 1.49、 スピン量もかなり適切、いいね。他社製、他社メーカーのボールってみます。 1.49 出続けるのやべえ。普通にどう、ほらやっぱ他社メーカー 1.45 だもん。別に今変な当たりじゃないけど、あ、やばいやばいやばい、 PXG のボールいいかも。あ、今マジで芯食ってね。今ので1.5だもんね。マジで芯食ってなくて1.5、かなりいいかもしれない。はい、ということでちょっと次はアイアン打っていきたいと思います。はい、今度は PXG のボールアイアン編です。アイアンでどういう結果が出るか。ドライバーすげえ良かったんで7番アイアンです。オノフ黒です。シフトはモーダス115。うわ、ちょっとダフったけど結構しっかりしたアダガンですね。固めの、よし、今の参考になんねえな。結構硬いっすねアダガンは。あ、スピンしっかり出てる。まあ普通に他のメーカーと同じような感じじゃないかな。
他のスピン系と同じような感じですが、ちょっと打感はパシッっていう固めの感じですね。そして打感重い、プロ V1 より重いんじゃないかな。結構芯外したら来ますね、衝撃が。日本人柔らかいボール好きな人多いから、そこだけはちょっと問題かもしれないな。打感以外はいいんだけどね、打感さえ気にしなければ。まあ、スピンも普通にかかるし、はい、そんな感じです。今のがトータル 166.9、 クラススピード 39.3 です。60度で打ちます。あ、これ結構めっちゃ効いてるわ。7000回転、もうフェースに乗ってる感覚が分かりますね。今もうちょい打てない、すみません、距離測ってんね。フェースに乗ってますね。ただ打感はちょっと固め、4475。激スピンかけます。6450。俺ちょっとポッコンした。俺ちょっとポッコンしちゃったかな。4060。ただ普通にスピンもかかるんで、飛んで止まるっていう非常にいいボールかなと思います。しかも価格が今7150円じゃないですか。でこれが5980円なんで、すごいコスパはめちゃくちゃいいと思います。まあ打感は、まあ、僕はあんま気にしないんですけど、気にする方はちょっと硬いなと感じると思います。打感さえ気にしなければ非常にいいボールだと思います。安いんで、はい、概要欄に URL を載っけとくので、そこからも購入できるようにしておきます。以上です、ありがとうございました。